今回紹介するのは「仕事が早いのにミスしない人は何をしているのか?」という本です。仕事を早く終わらせるにはミスをしないことが一番重要である。この理論にのっとって著者が日々実践しているミス防止法を紹介している。具体的には 以下のような内容。データのバックアップは二重に保存すること検索をしやすくするためにメールへの添付ファイルを多用しない忘れ物が多い人に対してはそもそもそれが必要なものなのか疑い 持っていくものを必要最小限にすることを解く誰もが分かるチェックリストを作成することの重要性スケジュール忘れの多い人にはリマインダー機能の活用付箋の有効な活用法などについて書かれている印象に残った対策は以下の2点あえて失敗が起きるときとはどのような状況に陥ったときか普段からイメージしておき それに基づいてて対応策を考えておく。例えば自らが車で事故を起こしてしまうのはどのような状況が考えられるか浮かんだ状況をもとに取りうる防止策を考え事前対策をしておくといった具合また 第三者によるダブルチェックにおける落とし穴についても説明されている人間が間違えやすい部分とは個々人固有の間違えやすいポイントも当然存在はするが認知的仕組み的に誰もが間違えやすい部分である可能性が高いそのため 第三者によるチェックでもそのような部分は見過ごされがちこれを防ぐ有効な対策としてチェックされる側とは異なる角度から見ていくことの重要性を説いている例えばデータ入力を上から下に入力していった場合は第三者チェック時には下から上に見ていくことなどそもそものミスが起きる原因を究明することを重要視しており 根本的に物事を考えることの重要性を教えてくれており、なおかつ実践的な内容が書かれている本。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。